皆さんどうもどうもよろしく、私ドラゴン TK です。ではね、今日もエンチャントアームやっていきましょう。そうですね、せやすね、言い方よ。この隙に確かね、おぼろがやられたところがあるはず。うわ、寒そう。おぼろ氷付きにされてるんじゃない？はい、出てくんのね、出てくんのね。しょうがない、これは。うわ、これあかん、これはあかん。ちょっとこれは逃げとこう。これは逃げとく。すまんけども、これは逃げるわ。 VP5 下がるけどな、それはしゃあない、ほんまに。あれ、おらんで。あれ、おらんで、おぼろ。え、あれ、ちょっと待って。いや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 、え、おったやんか、普通。普通、普通ではね。あー、妻の右腕が覚醒してきている。いや、バッカ、来やがったか。バカ。この感覚、いつもと違う。どうしたの、妻。一体じゃない。え、二体。大将もクイーンオブアイスもいるってことね。急ぐぞ、アツマ。いや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 。逃げ気同時にやってせなあかんとかやめてよ。もしくは連戦とかやめてよ。いや、無理に決まっとるやん。ちょっと待って。いや、あかんって。なあ。この後どうなんの、マジで。よいしょい。どうだ、よっしゃ、おとなしそい。やらせ、ジュナ。そこが無理。よいしょ、ナイス、ナイス。あと一匹やねんて。マジであと一匹やねんて。頼む。経験値高いよな、やっぱな。ここらになってくるとさ、最初の社、もう最初復活してるっぽいな。どうすんのよ。え、この後見てすえねんけど。ちょっと待って、マジでこれは大丈夫なん、言ってなんか不安になる。てか不安しか残ってない。あ、いた、アイスがいたよ、アイスが。アイスがいたよ、アイスが。うわぁ、ちょっと。ほんの少し、遅かったようね、右腕の坊や。クイーンオブアイス！たった今、当夜に最小の魔導器をはめてもらったところよ。え？当夜。それじゃあ、私は用が済んだから。帰るわね。はい、クイーン。待ちやがれ。あらあら、私に構っている暇があるのかしら。どういうことだ、アツオ、三将が。え、ちょっと待て、復活してもうた。あー、これはやばいよ、やばいよ。大将、あー、どうしよう。くそ、復活しちまった。まだ封印は完全に解かれてはいない。大将はまだ万全ではない。今のうちに叩くぞ。え、大丈夫な？大将と戦う、マジ？ちょっと、やめて。まあ、ひとまず、最初はオートで行きましょう。火の力、火の力、いけい。よっしゃ、どうだ、おい、ずぶたかった。うわ、いやどういうことだ。最初にほとんど攻撃が届けない。最初はクリオバイスの連携とは違い、冒険型のペイペルゴールドチュー、絶大な力の防御魔導陣を張っているようだ。どうすればいいんだよ、ライフさん。落ち着きやつは、防御の力が絶大とはいえ、全く効いて
クレミス攻撃を続けるぞ。オッケー、わかった。ここはもうコースペいけない、コースペいけない。メガフェニックススワンピーの無理やりたかったけど、これもう無理。PP これ一番高いんですよ。だからこれやりたかったんだけど、ないんやったらもうしゃあない。一旦このままやっていこう。癒しの力よし、ナイス。ダメージ25%、ナイス。痛い、痛いよ。やめて、 EP 取らんといて。回復してやがった。やっぱりこいつも最高の蓄力を持っていたわけだな。ああ、このようなもの。だがつまお前ならば最初の最高の蓄力を無効化できるはずだ。この右腕の力か。そうだ、杖を使って習得したフォースペインを使うのだ、アツマ。フォースペイン、あ、違う、間違えた。間違えたよ。使えない、ちょっと待って、使えないよ。あのさ、EX100 いるんやけど、ちょっと待って。一旦さ、もう一回、これ使っていこう。癒しの力頼む。よし、あ、そう、ナイス。よし、ああ、おい俺、何 EP を吸い取られた。最初は EP が空中する思考に確かに EP が尽きるよう気をつけるな、アツマ。マックス好きだけど、え、できないの？ねえ、ねえ、なんでできないの？頼むって、マジで。これ使っていこうもな。あ、ドライガーはどうしよう。ちょっと待って、まずどうしよう、これほんま、どうしたらいいと思う。マジでどうしたらいいと思う。これはちょっとやばいよ。ちょっと満足すぎた感じがしてくるんやけど、もうすぐに使われへんもん。だってどうしたらいい、これ。待って、これほんまやばいって。まあしょうがないな。だからちょっと、みんなちょっと打っていくかね。癒しの力、よっしゃ、ナイス。暴れろ、よいしょ。結構きついよな、 EP 吸い取られるのってさ。EP だけちょいと先にEP 全開やろ。で、EP 全開やろ、こいつも。で、スキルで、HP ドレインダンス。かな。で、こいつは、なんでフォースペイン使われへんの？あのさ、なんで？あ、なんか、カメラ切り替え、これでできないんや。知らんかった。いや、まあ下乗ってたからずっと分かってたけど、え、なんでできひんのこれさ。もうしょうがないわ。ひとまずこれ使っていく。うん、どうだ、よっしゃ、メガフェニックス行け。なんであれを使われへんのか分からへんねんけど、まあひとまず置いといて。やっていこう。ちょっと待って、やばいってなあ。あつまで、まあ普通にメガスタンプビートは、まあ、無理か。メガフレアウェーブしかねえかな。
じゃあちょっと後でやってみるか。はい、リチャーボディ。おう。ナイス。一応半分までは来たよ。天地回復。これ死んだんじゃん。大丈夫みんな。天地回復。ありがとう。あ、いけた。あ、いけてるわ。いけてたわ。よかった。ちょっと待って。悪魔の EX。あ、ちょっと待って、マジで。フェイリカバーボディで。よし、ナイス。しょうがない。あ、アライがやべ。よし、大地。よっしゃ、24やろ。ちょっとほんまやばいって。いや、あ、ちょっと待って。カリンの。あ、リカババだ。じゃあ、間違えた。HP 全開させて、で、こいつをメガブロー、ハイフレアラッシュ、ハイポッドショット打ちたいんやけどな、これしゃあないか。テレスの敵に風属性の中打ち。あ、うわ、こっちでこのままできるな。これメガブレイドいくか。元気になって。よっしゃ、いけるよ。っしゃ、まだあともうちょいねんな。よっしゃ、またこれが来た。やばい。いや、超早送りしてんだけど、それでも結構時間が。ちょっと待って。あ、全員やばい。まだ終わらんよ。どうしよう、よっしゃ、もうしょうがない、これでいこう。 HP ドレインダンス。まだまだ、これどうだ。あー、これ死んだ。あ、2人死んだ。いや、死んではない。取った悪魔。いや、悪魔こっちじゃ。リターンパウダー。そして俺は HP 全回復。そしてこいつはあー、これ今で何もできんわ。ちょっと待機させます。マジで何もできないわ。治療する。だ、よし、いける。マジか。みんな、頑張れよ。行くぜ。いける。水よ。よし、終わった。どうだ。よっしゃ。来た、終わった。いやー、長かった。うわ。うわぁやな、お前。3万2000円で経験値獲得。なんだ。な、なに。え、なに。再構築されている。右腕使え、右腕。右腕使って。なーに、落ち着いてやがる。え、何？あ、主言今だろう。おめえが習得した聖の秘術を試すときはよう。試すときはようってか。よし、いっちょやってやるか。おう、やってやれ。マリオ
打ち消してるっての？すごい。アツマ。まだだ。こっからなんだよ。せーってのは、あの小僧の見せ場だぜ。見せ場？なに？あれ？右腕の声も聞こえない。ここは俺とお前だけしてもらうぜ。え、なに？なに？うわ、すっげえ。最初、やったか。まあまあってとこだな。んだよ。何が起きた？マジで分からへんねんけど。ちょっと、めっちゃ興奮する、ね、ここは出来事ですけど、大丈夫？アスマ大丈夫？疲れたな。もうヘトヘトだよ。ヘトヘトか。同感だ。さすがに私も疲れた。一休みしたい気分だな。ならば私の里でお休みください。うん、さやか。さやかさん、体の方はもう大丈夫なの？うん、なんとか。これからは京都市にはさやかのもんやでって。さやか、私はすまぬ。時宗様のことですね。ああ、私の力が至らぬゆえ命をお救いすることができなかった。良いのです。あなたのせいではありません。もとより私が愚かだったのよ。そもそもの原因、主の過ちをいさめることこそが真の忠義であると、もっと早く気づいていれば。やり直しが効かぬことなどない。時宗様は亡くなられたが、将軍家が耐えたわけでも、京都シティが潰れたわけでもないだろう。それは確かに。時宗様は子だくさんでしたので。子だくさんやったんかい。それはもう大変な数のお世継ぎがおられますが。あの、豚やからなるな。ならばその中から新たな主が見つかることもあるやもしれない。ないの？やり直しが効かぬことなどないと言った。私はお主と。そこまでじゃないが。そこまでじゃないが。お、女子が来た。あ、せっかく、せっかくいいところだったのに。お前いいとこやったのに。お前出てくんなよ、じじい。まあ、泊まっていくくらいは許してやろう。廊下にお前の寝床を用意しておいてやったぞ。廊下かい。そこで休むがいい。廊下に。やったじゃん、ナギさん。物置から廊下になったよ。大出世じゃん。大出世なのか。そうだな。 EP 消費カットを手に入れた。あ、消費カット、それは嬉しい。で、どうなんのかな、この後は。とは言ってもね、ちょっと今回もそろそろ時間の尺的に。ああ、まだ修験者はここにおる。最初を倒して一件落着か。デビルゴーレムは復活したが、大した被害もなく万事解決とは。気に食わねえな。情に掘らされて小僧に性を教えたが、このことが奴にとっては余計辛いことになるかもしれねえ。辛いことになる？どういうこと？これは最初の魔導器か。吸収され尽くしてもうただの石ころだな、これじゃ。だが吸収したエーテルは一体どこにあるんだ？アツマの中か。あいつの中には炎帝に最小までいる。次はクイーン・オブ・アイスってとこか。
気なくせ。気なくせ。やばい、怖え。どうにも気なくせぜ。気なくせか。クイーンオブアイス、なんか企らんでたけど、え、悪魔の中に。我が力が、え、どういうこと？運命の鎖だ。なんかお前だんだん饒舌になってきやがったな。饒舌。エセ、もうお前の好きにはさせねえぞ。この先がちょっと怖いんやけど。大丈夫？うわあ！夢か。大丈夫さ。俺は生を習得したんだ。もう右腕なんかには。誰か。私。ああ、カリンか。さっきから大声が聞こえてたけど大丈夫？ああ、悪魔。ああ、なんだ。昨日の夜言ったでしょ、今日は今後の対策を立てるための話し合いをするって。ああ、話し合いすんの？ああ、そうだったっけ。そうよ、さやかさんやさやかさんのお父さんが相談に乗ってくれることになってるんだけど、アツマにはちゃんと参加してほしいのよ。ただの学生だけど、横浜シティの生き残りなわけだし。いいのか？そうよ。今は少しでもデビルゴーレムとの戦いの経験のある人の意見が必要なのよ。俺の右腕が必要なのか？え？俺じゃなくて、俺の右腕が必要なんじゃないのか？蹴るわ。蹴るわ、怖い。お、ごめん。確かに。私は最初、あなたのことを利用しようとしたかもしれない。でも今は違う。あなたのことを助けたいし、あなたに支えてほしい。プロポーズじゃなくて告白した、されたかな、でね。わかった？わかった。ならいいわ。みんな待ってる。茶室に行きましょう。うん、まあ、茶室に行きましょう。では、始めましょうか。いや、まあ、僕のも行くんか。このまま行くパターンやったか。そうですな。え、ここにライカもんの？ではまず、クイーン・オブ・アイスに対する対抗策についてだけど。ん？何どうした？しかし、そのやり方ではあまりに危険です、父上。何を？娘の分際で、このわしに口答えする気か？違う、女性で父親の…なんか追放された父親が戻ってきたんかな、思った。クイーン・オブ・アイスをおびき寄せるなど、下手をすれば横浜シティの二の舞です。じゃが、あやつの本拠地に乗り込んでいくのも同じくらい危険であろう。強力な者には多勢で当たるが上道じゃ。しかし、それで関係のない者たちに危険が及ぶのでは本末転倒ではありませんか。どこが本拠地かもわからぬのに、そこに乗り込むというよりはよほど現実味があるわい。しかし父上。さやかが身を案じておられる。なんじゃさやか。まあ、それとも親子は仲良く失って。アツマ殿は黙っていてくだされ。うわ、あー、ちょっかい出したな。まったく、ライガに妙な影響を受けたせいか、あんなに素直だったさやかが、このように口答えをするように。まあ、それが当てればやけどな、人間としては。ライガは関係ありません。私はもっと自分に正直に生きると決めたまでです。とにかく、とにかくね、
どこでクイーン・オブ・アイスと戦うのかはともかくとして、結局二人の意見は大筋同じなわけよね。それはそうですな。はい、横浜シティの近代化された軍隊も、モサ揃いのロンドンシティの騎士団も、クイーン・オブ・アイスにかかってはなすすべがなかった。それを考えれば、あやつそのものを打倒するは困難。魔導器を破壊するしか、あやつを止める術はないでしょうな。あのさ、魔導器を破壊って、ひょっとして、トーヤのこと言ってんのか。そうです。アツマ殿、対応ある方に向かい、酷なことを言うようですが。うわ、酷やわ。彼を殺すしか、世界が生きる道はないと私も思います。それで多くの人々が助かるかもしれないのですから。隠すけど、トーヤは、トーヤはクイーン・オブ・アイスに操られているだけなんだぜ。それは本当に確かなことなのですかな。そのトーヤという青年の意志がどこにあるのかは誰にもわからぬでしょう。それに仮に操られていたとしても、彼を殺す以外にもはや他に我らが助かる術はないのではないですかの。一人の人間と多くの人々の命、重きに違いはないが、他に手段もない。そんなことはねえよ。俺は杖を習得したんだから、それを使えば当夜も助けてクイーン・オブ・アイスもやっつけられるかもしれない。かもしれないに、世界中の命をかけろというのですかね。確かに炎帝の時はうまくいったかもしれませぬ。ですが、あの時の炎帝は魔導器が完全ではなかった。さらにクイーン・オブ・アイスと戦って弱っていた。そしてカリン殿の力もあった。行幸であったと言うべきでしょうな。聞けば過去ロンドンシティ軍との演習時に、その右腕が暴走する事故があったというではないですか。今回そうならないという保証はないのでは。うわ、痛いところついてくるな。世界の存続がかかっているのです。決して失敗は許されない。それは確かに事実だけど、アツマも成長して。アツマ殿を責めているわけではないのです。ただ、かけるものがあまりに大きすぎる。ああ、それはな。そのトーヤという青年、皆の命をかけるだけの価値のあるものなのですか。みんなの命、そんなの俺にどうか言えることじゃ。それにカリン様はクイーン・オブ・アイスによってご尊父を失われた。トーヤという青年、その仇と行動を共にしておるのでしょう。その青年に対しても心中穏やかではないのでは。私はカリン様、アツマ殿のことが心配なのはわかりますけれど、無礼を承知で申し上げます。あなた様はロンドンシティを束ねるお方、地上で対局を見誤ってはならないのでは。うわー、やばい。でも私、俺ちょっと外の空気吸ってくるわ。お、お仲間から外れた。じゃあ、まあ今回はグラグラにしておきましょうかね。ではまた水色の上で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。